疲れ様です。おお危ない大丈夫ですか。一回帰ってったじゃねえかお前。また来ちゃいました。また来たお前。なんで来たんだお前。だったら帰らなきゃよかったじゃねえかお前。いやそのまま続けて撮ればよかったんですけど。なんで続けてなかったんだ。いやちょっと帰ったらお前1本しか撮らんかったんかって言われちゃって。お前1本撮ればいいだろう。何分撮らすんだ。寺木さんは2本ですね。2本かよ。2本確定で。動画をお楽しみの皆さん、よし、ありがとうございます。ちょっと宣伝告知になるんですけど、今回12月12日夕方の5時から名古屋で鳥食限定の名刺交換会で、これは取引したい人されたい人っていうかな、元請け下請けちょっといろいろ集めて、すっごい鳥食足りてないんでやろうと思ってます。詳しくは概要欄にリンク貼ってますんで、そちらから飛んでください。あとなお今後ね、これ12月過ぎて、今年過ぎてもいつでも今後これ定期的にやろうと思ってますんで、この動画見た方はぜひ興味あったら名刺交換会、セミナー、なんだろうな、マッチング系、まあ外壁塗装とか塗装屋さんとか帽子屋さんとかいろいろ建設業に特化していろんなイベントやって、みんなが勉強できたり成長できたり取引が増えたりっていうことをちょっと考えてますんで、ぜひそちらの方も参加もお願いします。それでは続きをお楽しみください。じゃあ今日は何に、わあ次はなんだもん、現場しかねえがや。そうですね、現場系にはなるんですけど、ちょっと僕塗装の職人さんにちょっと興味があって。あ、やりてえか。知識も経験もゼロなんですけど。ああ、そりゃそうだな。はい、何からまず始めたらいいのかなと思って。始めるの。はい、まずはまあ挨拶からだわ。挨拶ですか。挨拶だわ。そのまま小学生でもできるだろうと思うだろう。はい、挨拶。接種さんにですか。接種、あ、もう そのもんは当たり前だから。はい、当たり前。別の挨拶もある。別の挨拶。まず作業するときのあれ、一番最初に塗装屋が入るときは足場組み終わった後は、はい、先にシール打つ会社もあるけど、はい、後に打つ会社もあるもんね。はい、足場の次、洗浄かシール、違うとこあるとね、うんうん、うちは先に洗浄なんだわ。あ、洗浄。うん、でまず洗浄に来たときに、はい、まず挨拶。洗浄に来たときに挨拶。そう、まず最初にやるのは洗浄だってな。はい、洗浄から覚えとか。あ、洗浄からまず覚える、うん、まず機械あるかい。あの洗浄機。そうそうそう、はい、まず機械に挨拶するんだよ。機械に挨拶ですか。機械よろしくお願いします。あ、じゃないとエンジン掴んで、はい、機嫌が悪くなる。機嫌悪く、あの機械も相手選ぶでよ。あ、そうなんですね。あの挨拶しんかったやつはもう機械ももう今日ふふ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 全然洗浄できなくなっちゃう。全然その日帰らなかった。帰らなかった。終了終了。だから俺洗浄機に挨拶してお願いします。いや、じゃあちゃんとエンジンつくで。そういうことなんですね。俺いつも忙しそうで。本当ですか。 あの人何に挨拶してるんだっていう。はたから見たらヤバい人っすね。ヤバい。まずそっから、塗装職人になるにはまず挨拶、ま、洗浄機に挨拶。まず洗浄するときに洗浄機に挨拶。その次は、うん、その次はもう洗浄終わったら次はもうシールも終わっとるので、はいはい、塗装からなんだけど。あ、もういきなり。いきなり、ね、まず養生だな。まあこういう風に養生しかいいんだ。ちょうど養生してますね。養生、うん、は人によっていろいろあるでな。はい、うん。何してるんですか。え、ちょっと撮影中に何してるんですか。スイカだって。スイカ。そのスイカどうしたんですか。ん、もらった。レジェンド浜野さんにもらったやつ。いつもらったんですか。金の。あ、金のもらって、うん、で何でしたっけ。なんだっけ。養生あ、養生。養生終わったらまあ塗っていけばいいんだけど。はい。まず塗るときにまずこれ1枚の刷毛用意しなきゃ。これ絶対です。これ絶対。1枚の刷毛買ってこなきゃ。はい。やっぱ違うんですか、1枚の刷毛。違う違う。これ光るだろう。こうやって。あ、本当ですか。光るだろう。こうやって磨けば。これ何ですか。お？チョーキングしとんだ。ああ。うん。取れて。そうそう、もう。つうの、これ手でやってもな。ああ。これをまず取って立てて。はい。1万円のハケじゃないとダメなんだ。1万円のハケじゃないと。めちゃめちゃ時間かかります。めちゃめちゃ時間かかる。でも使ってねえな俺。めちゃめちゃ綺麗じゃないですか。めちゃめちゃ綺麗だろ。せっかく。2、3回使ったかな。でもこのでかいやつだと使い道ねえんだわ。あ、そうなんですね。洗浄機に挨拶して1万円のハケ用意するっていう感じですけど、今。1万円のハケは別に用意するのもいいでしょ。はい。まあ、あと塗って。塗るだけなんだけど、意外と簡単そうに見えるんだよね。はい、でも実際簡単なんだわ。え？絶対難しいですよね。このチョーキングシールのところにいきなり塗ってもいいんですか。通常である程度シールは出るけど、はい、完全には取れない。あ、下塗った時点でもその現象は消える。
あ、そうなんですね、うん、まあ難しいところはもうないかな。一つは実践で塗ってみるとどうだろう。見てみたいです。見てみていい。はい、まず塗ってみる。はい、おお、このこれこれ、あ、下塗り、そう、ここに時間かかるんだ、こうやってちっちゃいもんで、ね、こうやってちっちゃいもんで、これ時間かかるんだって。本当にこれいつもこんな小さいのでやるんですか。うん、そうだよ。本当ですか。うん、でかいやつやったらいかんて。なんでダメなの。でかけりゃいいってもんじゃねえ。なんで大きいのダメなんですか。大きいやつはいかん、卑怯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 絶対効率悪くないですか、これ。どうだこれ、まんべんなくこれなんか、うん、綺麗だ、綺麗ですね、うん、まあ普通じゃねえっていう。下塗りは難しいですね、その、うん、綺麗に塗れてるかの判断が。そうそうそう、色も薄いんで光るで分かるわ、これ乾くと。ああ、そうなんですか。そう、光るから塗り残したら分かるわ。塗ってないとこはもう光ってない。そうそう、まずちっちゃい色だから2インチからスタート。2インチから1はもっとこの半分だけど、はい、1じゃ進まない。2でまず2インチからスタート。なんかさっきから間違えたことを教わってる気がするんですけど。2インチからスタートな。これ寺岸さんの弟子にならない方がいいですね、これ。おい、なんで、何が男わからんぞ、あれ。なんか間違ったの教えられてるな、なんていう。そんな気がするんですけど。なあ、そこを見抜けるんだったらもうできるわ。あ、確かに。ああ、できるわ。そうですね。もう一人前です、ね。そう。塗装職になるのはこの通りだって。まず挨拶からだろう。挨拶から。洗浄の。ああ、洗浄機にまず挨拶だ。工場やって。はい。塗って、はい、バラして終わりだな。それの繰り返しだって。言葉で言ったらそれは簡単ですけど、実際やるのは。実践、実践。実践あるのいいですか。実践、実践。一回やってみようか。言われた通りにできるかできんかな。これ寺岸さんの弟子になったらこれめちゃめちゃ大変そうですね。どれ大変だよ。あ、だ本当のことだよなっていう。まあ大丈夫。大丈夫だって。実践だとそんな遊んどらんと俺は。あ、実践だと。もうやらせて覚え、体で覚え。体で覚えとけ、うん。上達が早きゃすぐ覚え。すぐ覚えるやつはすぐ覚える。あ、まあ、そこはセンスというか。そう、全然覚えるやつはもう全然覚え。毎日同じこと言わなかんやつも。手先が器用とか関係あるんですか。ある。あ、あるんですね。あるやっぱり手先が器用だと、はい、あ、早いわ。うんうんうん、ドキッチョだとちょっと時間かかるかな、うん、でもずっと頑張ってやってればそのうち慣れてくるわな。一人前にそうできるようになるんですか。早いか遅いかだ、うん、なんせ自分のペースでやりゃいいさ。自分のペースで。ああ、俺は自分のペースでやってる。その組まれた、まあ、納期を大幅に超えなければ。大幅に、まあ、うん、天気に左右される仕事だよな、はい、雨降った日は入れんしな。うん、雨はもうどうしようもないですよね。うん、どうしようもない。あ、なんだか眠たくなっちゃったな。そうですね、もう寺木さんの休憩の間にお邪魔してるんで、うん、そろそろ帰ります。帰る。まあ来んだろうな、お前。もう大丈夫や。3本目取ってこいとか言われるんだろうな、お前。ずっとそれ繰り返すかもしれない。あ、そう、次来たらお前蹴飛ばすの。蹴飛ばすのね。じゃあまた次会おうか。あ、その前にちょっとあのこれか、はい、本か。はい、お願いします。これ確か去年からやっとらんかこれ。もうそんなになります。求人道場、うん、外壁塗装のマッチング。そう、そっち当日去年からやってね、これ。これからもお願いします。建設業交流会も。何それ。あれ飛びだろ。飛び職限定なんですけど。うん、飛び職限定だろう。募集、ご参加お待ちしてるんで。ご参加よければ概要欄のリンクからお願いします。どのタイミングで来るか分かんけど突撃してこれ。はい。はい。